ファン必見 CDTV ボードでのナンバーアンダーラインアイのサインに隠された衝撃の事実とは平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータのサインに隠された秘密とは ?CDTV ボードに3人のメンバーが順番にサインをした瞬間、ファンの興奮が最高潮に達しました。彼らのサインを目にすると満足感が全身に広がり、 熱心なファンたちはそれぞれのメンバーの個性をじっくりと眺めましたその場にいる誰もが彼らからサインをもらいたいと願っていましたそれほど彼らは私たちにとって特別な存在ですその中でも特に目を引くのは平野翔さんのサインです彼のサインには漢字で貫かれた男の力強さが感じられます翔さんのサインを手にすると まるで彼自身がそこにいるかのような感覚に包まれまれす。彼のファンにとってそれはまさに至福の瞬間なのでしょう平野翔さんはサインを漢字で貫き通す男として知られています彼のサインをもらうファンは彼の小さな文字に笑顔で喜びました翔さん小さいねと笑いました彼のサインはきらめくように書かれ 彼の個性がしっかりと表現されていました。岸優太くんのサインもまた魅力的です。彼のサインを見ていると彼の素早さとエネルギーが伝わってきます。彼のサインは彼のパフォーマンスと同じく瞬時に心を掴んで離さない魅力があります。彼のファンにとって彼のサインは彼自身とのコネクションを感じさせてくれる特別なものなのです。 ゆうたくんもサインを書くのが早く彼のファンは彼のサインに興奮しました岸くんがサインを書く姿も見られました彼のサインは素早く書かれていてゴートと BYC の二面性を感じさせるものでしたゴートでは MV のカートブローユアーカバーでは素敵な照明の演出に感謝の気持ちを示しました彼の黒いネイルもファンにとっては注目すべきポイントでした そしてそれぞれのメンバーがサインを書く様子を見ていると彼らの普段とは異なる一面が見えてきます彼らが笑顔でサインを書く姿はファンの心を温かくさせますその一方でサインを書く際の真剣な表情もまた彼らの魅力の一部です彼らがステージ上で見せる華やかな一面とリラックスしたプライベートな一面そのギャップこそが 彼らがファンの心をつかむ鍵なのかもしれませんその後ファンたちは驚きましたまさかナンバーアンダーラインイって初めて書いたという声が聞こえました彼らがサインを書いている様子を想像するときっと楽しい会話が交わされているのでしょうファンは彼らのパフォーマンスと日常生活のギャップに毎回驚かされそれが彼らをますます魅力的にしています このような彼らの姿を見ていると、彼らのファンであることが何よりも幸せなことだと感じます。彼らの存在は私たちにとって特別なものであり、彼らのサインはその特別さを象徴しています。彼らの音楽やパフォーマンスだけでなく、彼ら自身の存在そのものが私たちの日常を豊かにしてくれるのです。 CDTVO に感謝しながら私たちは彼らのサインを手に幸せな時間を過ごしました彼らのサインには彼ら自身の魅力がたっぷりと詰まっておりそれを受け取ることができることは本当に幸せなことです彼らのサインが私たちの心にずっと残り続けることでしょう彼らの一挙手一投足には何度見ても飽きることがありません彼ららの愛らしさと魅力は 私たちの心をいつも癒してくれます。彼らの存在が私たちの日常に彩りを与え続ける限り私たちは彼らのファンでい続けることでしょう最後に彼らのサインを手にする喜びと幸せを分かち合えることに感謝し彼らのこれからの活動を心から応援していきたいと思います彼らの未来がますます輝かしいものであることを願ってやみません 彼らの魅力に触れたことがある方々彼らのファンである方々そしてこれから彼らのファンになる方々に向けて彼らのサインを手にする喜びと感動を共有してみませんか一緒に彼らの魅力に浸り彼らの素晴らしい世界を共に楽しみましょう CDTV ボードに番号 i の3人のメンバーが順番にサインをする瞬間ファンたちは大興奮し満足感を覚えました 各ファンはグループのメンバーそれぞれの特徴に熱心に注目していました。そして、きっとみんながその特徴を持つ3人からサインをもらいたいと願っていることでしょう。彼らは尊敬するメンバーだからです。まず、サインを漢字で貫き通す男、平野翔のサインが登場しました。ファンは彼のサインを見て、CDTV のセットでの彼らの姿は、 ファンにとってはとても愛おしく嬉しいものでした彼らの初めての瞬間に立ち会えたことは貴重な経験でありファンにとっては幸せな時間でした彼らのサインの様子や会話の一部が見えなかったこともファンにとっては愛らしいエピソードとなりました番号愛の3人はそれぞれの個性をしっかりと表現したサインを書きファンに感謝の気持ちを示しました 彼らの愛らしい仕草や日常生活の一部が見える貴重な瞬間はファンにとって忘れられない思い出となりました。そして彼らのサインが CDTV 用に感謝の意を表すと同時にファンにとっては特別な瞬間でした。ファンたちは彼らのサインを見てますます彼らに惹かれ彼らの魅力に魅了されました。これからも彼らの活動やパフォーマンスを楽しみにしています。 あなたは n バーアイのメンバーからサインをもらったことがありますか彼らのサインやパフォーマンスに対するあなたの感想は何ですか彼らのサインに込められた彼らの個性を感じることができましたか ?No.1 アイの CDTV ボードにサインする瞬間、ファンは大興奮し満足感を覚えました。 それぞれのメンバーの特徴を熱心に見つめ、きっと誰もが彼らからサインをもらいたいと願ったことでしょう。まず、平野翔さんのサインについて話しましょう。彼のサインは漢字で貫き通しています。ファンは彼のサインに小さいハートを添え、喜びを表しました。平野翔さんは、ファンとの距離を縮めるために、いつも心を込めてサインを書いています。彼のサインは、 彼の個性と情熱を反映しています。次に、岸優太くんのサインについてです。岸くんはサインを書くのが早く、ファンは彼のサインを見てドキドキしました。彼のサインには、彼のパフォーマンスに対する感謝が込められています。ファンは、彼のパフォーマンスに心を奪われ、彼のサインを手に入れることで、その感動を永遠に思い出すことができます。 そして、三人がそれぞれサインを書く様子についても話しましょう。ファンは、彼らがサインを書く姿を見て、彼らの普段とは異なる一面を感じました。彼らはステージ上での輝く姿とは対照的に、サインを書く際には緊張や興奮が見えました。しかし、その一瞬の間にも彼らの魅力が溢れ出ており、ファンは彼らの真の姿を垣間見ることができました。 最後に、ファンは彼らのサインに心を打たれ、CDTV 用に感謝の気持ちを述べました。彼らのサインは、ファンにとって特別な思い出となり、彼らの音楽やパフォーマンスに対する愛情を再確認させてくれます。このように、n o イのメンバーがサインをする瞬間は、ファンにとって特別な体験となります。彼らのサインには、彼らの個性や感謝の気持ちが込められており、 ファンの心を打つこと間違いありません。彼らの活動を応援するファンとして、彼らのサインを手に入れることは特別な喜びであり、永遠の思い出となるでしょう。あなたは、あなたのお気に入りのアーティストからサインをもらったことがありますかその体験を共有してください。また、サインをもらった瞬間にどんな思いが湧き上がったかを教えてください。